MC レイチェルだよ。 MC マミコだよ。チェルミコだよ。5月16日土曜日夜8時半チェルミコのでもまだまだ土曜日始まるよ。絡まった絡かった奴らは浮かに行っちゃった。誰に頼まれたわけでもないのに止まらねえ幽霊。ここでは誰もが王様なのね。手が長続きする気がしないとかそんな性格で何が悪い。ただ好きなもんは好きが矢を黙り君無責任心地急ゼログラビリ。うるさいな邪魔しないでね。一発派手にやってみようや。飲みそうイマジネーション見たも来たもそれ全部血になる。飛べる飛べなめさしとけ。頭ん中も完成形見えた。頭ん中も自由自在。心の網目細かくして最強の世界できちゃってる。皆さん、チェルミコのレイチェルです。マミコです。チェルミコのでもまだまだ土曜日ラップユニットとして活動している私たちの YouTube ラジオ番組です。今聞いてもらってるのは私たちチェルミコのイージーブリージーです。TBS ラジオさんでもやっていたチェルミコのでもまだ土曜日という番組のスピンオフのようなものを今回が4回目。イエー、聞いてるかチェルミコレアズレアズそんなテンションだったっけ。ロッケンローラーみたいだったよ。チェルミコベアーズを引いてますから、我々。はいはいはい。何なのベアーズってっていう。いや、まあベアーズなのよ。チェルミコのファンの総称が。もう決まった。決まった、うん、決まりました。っていうのもね、今までチェルミコってファンの総称を決めてなかったんですよ。そうだね、うん、なんかまあそろそろ決めた方がいいかなっていうことになりまして、前回のラジオでね、 YouTube 配信でね、メールで募集してファンの総称で皆さんからいろんなアイデアをもらいました、うん、まあでも結局あんまいいのなかったのよ。正直に言うと私、まあ聞いといてあれだけど決めてた、うちらは。決めてたなうちら、うん、決めてた。本当にただただ楽しい時間でしたねえ、うん、いろいろありましたけどね、前回のメールでも、うん、うん、パパイヤ鈴木っていうのがすごいレイチェルのツボに入って一番面白かった、うん、ファンの総称パパイヤ鈴木ってないよそんなこと。すごいウケちゃって、みんなね、うん、ツイートとかしてくれてたもんね、うん、ハッシュタグでもまだ、うん、流行ってたよパパイヤ鈴木は、ね、なんか私も放送というかね、その YouTube のやつ、うん、改めて聞き直したんですけど、めっちゃ笑ってたね、うん、ちょっと怖くなっちゃった。自分が怖い。壊れちゃってたもんね。壊れちゃってたから私。で、ツイッターでさ、うん、水野さんもね、うん、作家の水野さんも、はいはいはい、ねえ、もう怖いって、ちょっと引きましたって。もうでも、あいつもあいつでツイッターで言うんだよな。そんな、あいつ、うち関係だから。ビビってんね、おい、来いよ。逃げてんのか。今本当に逃げ聞いてますから水野さん。内弁系同士のバトルになっちゃうから見てらんないよもう。みっともなくて。こんな感じでね、ベアーズっていう名前になったんですけれども、かわいい。そのね、チェルミコベアーズっていう名前を使ってついに昨日15日、はいはいはい、ファンクラブ開設しました。おめでとうございます。イエーイ、イエーイ。いや、なんかさ、私怖かったの。そのさ、ファンの総称を決めるのとかも、なんかさ、うん、私たち付き合ってんのみたいな。あ、なるほど。確認する行為って感じしない、うん、すごい。ね、確かにね。そうそうそう。なんかこの関係って何なの、うん、私たちみたいな。うんうん。で、なんかもうついに踏み込んじゃったけど、意外とみんな、なんか、ウェルカムだったね。うん、
そうだね、曖昧じゃなくなったからね、うん、曖昧じゃなくなって、うんうん、なんか晴れてお付き合いすることに なったかなっていう感じが、ね、うん、いやだってさ、もう前回の放送すぐからもうツイッターでチェルミコベアーズですみたいな書いてくれてる人とかいて、ね、やっぱ字面すごい可愛いし、いいね。いや、いいよね、可愛らしくて、可愛らしくていい感じですわ、似てますわ、はい、そうなんだよね。まあそのチェルミコベアーズっていうのがね、13日の水曜日に情報解禁されて、昨日解説されて、まあ会員になるといろいろ特典がありますよと、はい、ありますよと、うん、後半でファンコミュニティチェルミコベアーズのことをがっつり話す、うんチェルミコベアーズ会議やベアーズ定例すごいな、これポンポン決まっていくね、すごいスピード感だねしかもさ、なんかさ、ちょっとも匂わせ、まあラジオではこうやって話してたけど、うん、あんま匂わせしなかったよね。なんかファンクラブ作ろうかなとかじゃなくてさ、もういきなり LINE でプンって来たよね。うん、来た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 、あ、行ってきましたみたいな、行きますかみたいな、なんかいきなりガバって来られた感じがして、すごいびっくりした私私のことなんだけどさ、なんかうちらのことなんだけど、もう発表しちゃったから、まあ、じっくりね、うん、どういう特典がいいかなとか、どんなファンクラブコミュニティにねしていきたいかなっていうね、うんうん、できますから、うん、はい、はい、では改めて、でもまだまだ土曜日第4回やっていきますということで、まあベアーズもベアーズじゃない人も聞けるこのラジオですが毎回定番のやつまず言っていきます、はい、私たちはあくまでもラッパー、トークのプロではない、そうプロではない、プロじゃないんですよパパイヤ鈴木さん絡むな、もうパパイヤ鈴木絡んじゃダメだから、ダメだって怒られるからね、マジで見つかっかんね今時今の時代何でも、怖いわ、はい、パパイヤ警察がいないといいですけどね、パパイヤ警察、パパイヤ警察が聞いてありますか、ほっといて、私のことほっといても逃げて、はい、ラジオにおいては単純に20代の女子2人、女子なら友達と一緒に会話してる感じ、男子なら女子の会話を盗み聞きするような感じ、気楽に聞いてください、はい、土曜日の夜じゃなくても私たちと一緒にいつでも楽しんでください。あとメールも待ってます、アドレスはでもまだまだ @gmail.com、 でもまだまだ @gmail.com、 ローマ字一つながりです、点とかハイフンなしでよろしくお願いします、よろしくお願いします。ツイッターでもハッシュタグでもまだで盛り上げてください。それではチェルミコのでもまだまだ土曜日聞いてください、イエーイ、チェルミコのでもまだまだ土曜日、チェルミコのでもまだまだ土曜日、チェルミコのでもまだ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 土曜日、チェルミコのでもまだまだ土曜日、チェルミコのでもまだまだ土曜日やってますということでね、まあ大体今回ここで近況報告みたいなのしていくけれども一番キンキンの近況報告あるんじゃないのごめんなさい、あの私マミコがですね、あの今回の収録寝坊して遅刻しました、家からで寝坊すんなマジで家からだとリカバリー早いから、起きたらすぐ大体戻ってこれんだから30分40分遅刻しちゃダメですよいや久しぶりに遅刻したよね、うん、なんかこう遅刻できないからびっくりしちゃって、びっくりするよ、いや大体あの、まあ、この収録ってね、あのお昼過ぎにやってるんだけどさ、でもまだまだって、うんうん、ご飯食べてちょうど窓開けてると気持ちが良くてさ、ちょうどね、うん、で15分だけ眠ってみようかなって言ってアラームかけてさ、うん、で今日もそうしてたのよ、あ、寝てようと思って15分でちゃんと起きたのね、お、なんだけどまだ始まる45分前とかだったの、あ、結構空いてたね、そう結構空いてるから、あ、これもう10分いけんなって思って、ふーんって寝てたら、もうマネージャーから電話かかってきてて、鬼子来てたもう2回目がさ、アラームかけてなかったのよね、あ、スヌーズ的なやつとかね、そう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 、うんうん、そしたらもう本当にびっくりして、もう最悪だった、ごめんなさい、だけどあのマネージャーもすごい笑ってくれてて、はははなんか良かったよ、なんか事故とかなってなくてみたいな感じで、喋り方だったちょっとしたったらずないや本当にごめんなさいって言って、いやでも本当だよ、みんな心配してたんだから、こう本当に申し訳ない、来てたらどうしようかねみたいな、いやそうだよね、大丈夫だったよ、やってたよ、よかったよかった、なんか最近さ、朝、ちゃんとこのさ、自粛期間もさ、起きなきゃなって思って、
あの、一応目覚ましをね、8時50分、9時、9時10分ってかけてるの。刻むな。で、かけて、で、だいたい10時ぐらいに起きちゃうのね。無視して。もうかけんな。安心して寝れるから。でね、そう、で、うん、それでかけてるから、変に起きちゃって、うん、なんか熟睡じゃないまま、そうなのよ。だから変な夢とか見るでしょ？そう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 。ダメダメ。だから、それが、それのせいで、お昼寝しちゃうのよ。うん、だから本当にちょっと眠りが足りなくてね、うん。そうそう、完全にミスだね、うん、私の。ミスってるね。次回からね、ちょっと変えてってほしいね、うん。本当に変えたい。それでさ、あの、うん、この収録するのにさ、まあ、あの、オンラインでこう、繋いでたらさ、うん、私のマイクとさ画面が映んないの。なんかね、通じなかったね。でもまみちゃんは聞こえてたんでしょ？そう、私は聞こえてるから閉じ込められちゃってさ。なんかさ、まみちゃんさ、そこにいるのに、出してここからみたいな、私ここにいるよみたいな、あの、そうそうそう、ゲットアウトみたいな、ホラー映画みたいな感じ、ね、しかもさ、うん、寝坊してるからさ、こっちは、うん、あ、ごめんなさい、ごめんなさいって言ってんだけどね、聞こえないんだよね。まみちゃん来てなくねみたいな。泥棒とか大丈夫、みんな無視してるからさ、めちゃめちゃ切れてんのかと思って、無視されてんのかと思って。違う違う違う。違う、仕方してるわけじゃないの。私もね、前回その状況になったからね、気持ちはね、痛いほど分かりますよ。いや、つらかった。まあ、でも、いろいろ経て、経てね、うん、あの、今回は、だからその結局、パソコンからできたし、そうそうそう、で、私もマイクを、あの、卓録用のマイクにチェンジし、いろいろトラブルはあったけれども、うん、まあまあ、無事、はい、できましたね。いや、申し訳なかったです。お疲れですよ、本当に。大変だったね。しっかり眠れたんで今めっちゃ元気です。本当によかったよかった、はい、どうですか、個人としての近況報告ありますか？いやでも特になんかあんまり、ね、うん、あれかな、あのさ、うん、イリからさ、うんうん、あの水餃子送られてきて実家かよママうん、なんか、え、嬉しいじゃんそれ。そうそう、横浜中華街の3と、うんうん、お取り寄せグルメみたいにできんのかね。そう、なんかそこの水餃子がすごい、うん、あの、うん、人気で、今テイクアウトっていうか、お取り寄せみたいな、入ってくれるやつがそうそうできてて、うん、それがさ、ココナッツだれって言ってさ、あ、うまそう。醤油にそのココナッツの粉末を混ぜ合わせて食べるんだけども、めちゃめちゃ美味しくて、ココナッツ合いそうだね。合うのよ。いいね、パクパク食べちゃうね。食べちゃう。だから最近はそのイリの贈り物を食べたりとか、ピスタチオスタジオっていう音楽が好きなおじさんたちがいるんだけど、集団が、はいはいはい、まあでその人たちと我々は仲いいんですけれどもうん、まあね、ピスタチオスタジオのメンバーにね、曲作ってもらったりとかね、そういう音楽の絡みがいろいろね。そう。で、そのピスタチオスタジオがさ、まあ、今この期間何もすることがないっていうかさ、まあ、うんうん、それでピスタチオスタジオのインスタグラムのアカウントからなんか、うん、暇つぶしシリーズっていう動画を上げてて、うんうん、なんか適当にみんなでギターとかドラムとかでラップしたりとか歌ったりとかしたものを本当お遊びであげるっていうのがあるんだけど、それで私はこの間指パッチンを担当させていただきまして。担当したんだ。そう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 。どう、果たせた？もう余裕だね。まみちゃんうまいもんね、でも普通に。そう、指パッチンうまいんだよね。口笛とか指パッチンとか上手だよね。あの、私この間ツイートしようか迷っても、指パッチンと口笛が得意ですって。かわいい。でもやめたの。今いざという時はね。そうそうそう。持ってるから特技が。口笛とか最近してたかな。坊やじゃん。寝坊したり、ママから送ってこられた水餃子食べて、口笛したり、指パッチンしたり。坊やに。かわいい。坊やでした。まみちゃん、この1週間は。かわいい。レイチェル、どうですか？あ、私？私はね、うん、なんもしてないよ。そんなことないでしょ、毎回。あ、だけどね、そう。やっぱその台本にさ、うん、あの本当だから私たちのツイッターとかインスタグラムをね、まあ、水野がよく見てくれてるんだろうけど、うん、そう、映画をねたくさん見た日がありまして、うん、はいはいはい、6本ぐらいかな、うんうんうん、がっつり2日間ぐらいで見たっていう時があって、うんうん、そうそう、重ための映画をたくさん見たよっていう。前日は2本見て、その次の日に4本見たのかな。体力使った ね。でもね、なんか見れたんだよね、その日は。不思議とね、Unforgiven と Wind River と Coxon と Tully
腹立つ。あとね、駅馬車ね。その、食べてたんだけど、面白かったですよ、全部。一個一個教えてやりたいけどさ、ちょっと結構長くなっちゃう。歌丸張りの尺になっちゃうから。ごめんなさい、歌丸さん。ほんとすいません。特に好きだったのは？特に好きだったのね、悩むけど、コクソンよかったな。まあ割と最近の映画、2年ぐらい前かな、2017年とか18年ぐらいの映画だと思うんだけど、うん、そう、あの、韓国の映画で、ホラー映画なのよ。意外とホラーです。最初クライム系のね、韓国ってやっぱ多いから、うん、クライムサスペンスみたいのが、うんうんうん、がっつりホラーで、怖い。映画レビュー、私の天才映画レビュー。怖い怖い、あのね、マジ怖いからね。なんか怖いんだよね。ねえ、結構それ以上でもそれ以下でもないんだ。いや、なんかね、言いたいことはあるんだけど、なんかネタバレみたいになっちゃうかなと思って。あ、なるほどね。そう、まあ、どういう話かっていうと、その小さな村で不審死、不審な死に方をしてる人が出てきて、うん、なんかすごいゾンビみたいなやつやろ、わーみたいな、で、ブクブクみたいな顔が、ただれちゃって、感染してるみたいな、感じになっちゃって、で、そいつがもう発狂とかして、もう家とか燃やしちゃったりして、やばいっていうのがもうどんどん連続していって、何これみたいな。で、誰が、何なのこれ、もう。例えばウイルスなのかとか、うんうん、まあ、悪霊とかの仕業なのかとか、うんうん、そういうので、こう主人公が警察なんだけど、それをどんどん突き止めていくみたいな。ああ、なるほどね。面白い。そう、めっちゃ面白いのが霊媒師が出てくるの。霊媒師がむっちゃ面白いの、うん、なんか、え、いやーさらさーみたいな、どんどこどんどこどんどこどんどんって。あ、なるほどね。本当にその尺結構あんの。あ、なるほどね。霊媒師が、うんうん、レイチェルはそこはコメディとして捉えてるってこと？基本はそう、コメディ。コクソンは怖いんだけど、なんかそのエクソシスト的なさ、出てこい、お前悪いやつ出てこいみたいな感じで、うんうん、なんかむっちゃカラフルな虹の袖、虹の袖の、そんな霊媒師意外じゃない？白とかじゃないんだって思わない？そうレゲエみたいな色の虹の、わかんないけど。気になるな。そうで、太鼓とか叩かせて、どんどこどんどこ、いやあみたいな。すんごいいいの、そのシーンが。一緒に踊っちゃうから。うん。そう、もう本当それ聞きながらお家で踊ってほしい。そういう映画じゃないだろうけど。このデモマダリスナーにはそういう風に楽しんでもらいたい。ペアーズのみんなには。ペアーズのみんなには。はい。そんな感じかな。うん、まあ楽しかったよ。まあ一つ一つ気になるっていう場合は、うん、なんかどうにかして教える。連絡するわ。連絡して。また。うん。OK。では、5月16日、でもまだまだ土曜日前半戦、ここまで。後半戦は、チェルミコファンコミュニティ構想。先週募集した、どんなファンクラブにしたいっていうメールを読んでいきます。チェルミコの、でもまだまだ土曜日。